2017年10月の17日8時6分です。お疲れ様です。放送お疲れ様です。ありがとうございます。お、リュウホーデスマスワダツ、おはよう。バレーニおはよう、ワダツ。おはようございます。おはよう。はい、恋味ワダツ。いやー、疲れたね。お疲れ。いや、疲れたね。まあ、でも事件が無事解決してよかったよ。事件が無事解決してよかった。いや、もういいの、いいの。はい、ペコちゃんはどつ、うのぴはどつ。あ、今来てくれたん、ゆめこさんいらっしゃい。風船ありがとう。はどつでーす。いや、いきなりバカとか言われたら切れるでしょ。いきなりバカとか言われたら切れますよ。あ、煽ったらじゃないよ。あ、鮫島さんすごいよくしてもらってますよ、最近。一緒にサバゲーのチームもやるんで。いや、なんかあったところないよ、もう。しっちゃかめっちゃかだったんだから、今日は。まあ、金梅さん大丈夫かね。金梅さん大丈夫なのかな。出てこないかもしんないよね。ラリラリ、おはよう。ニャコありがとう。そうそう、おはよう。おはようございます。ちょっと冷静さが足りなかったよね、全体的にね。ちょっと全体的に冷静さが足りない事件だと思ったよ。おー、レンレンさんバーガーありがとう。おー、花火ありがとうございます。おー、花火ありがとう。いや、ワンチャンないですね。あー、フォローもたくさんありがとうございます。フォローもありがとう。あ、みーすけ見守ってたの？もうしっちゃかめっちゃかだったでしょ。ちょっと長時間ね。でもね、正直言うけど、板場バーは悪くないよ、今回の件。板場バーは悪くない。板場バー、要はね、リスナーさんがメールで送られてきた、添付されてたっていうのを勘違いしてんのよ。要はね、iTunes カードが消えちゃったんだよ。だから、Apple に問い合わせるっていうのは正しい対応をしてんの。ちゃんと話聞いたらわかるよ、あれは。YouTube で確認。いや、どれ目が見えないっつってて、すげえ、メールは打つし、俺に LINE は打ってくるし。なんなら、どれ最低だかね、板場バーと、会話してるときに、どれさ、俺も混ぜろって言ってきたんだよ。もう、俺引いたもん、ちょっと。板場バーと盛り上がったピークのとこあるじゃん、電話かかってきたとき。その時に、俺も混ぜてコラボできないのって。こいつマジかと思ったもん。お前、目が見えないんじゃなかったのかよ。お前、マジかって。すごいよね。座頭市の設定。いや、座頭市の設定なんだよ。だから、目が見えない風に見えて、実は見えてるっていう。やっぱりね、ちゃんとね、俺も混ぜろはすごいよね。なかなかだわ、あの人。なかなかだよね。売名のために空気読まない、キモいし。なんかね、どれの神髄だよね。っていうか、板場バーはなんか損してるよな、すげえ。すげえ損してると思う。いや、痛いじじいだよ、本当に。でもね、俺ね、板場バーっていうさ、ネーミングすげえよな。板場バーってすげえネーミングだよね。板場バー以外の何者でもないじゃん。ザ・板場バーじゃん。すげえよな。最近どれ評判悪いな。なんかね、全体的に評判悪いよね。確かにそれは感じるかな。板場バーじゃねえや。どれさん最近評判悪いね。いたじじい。
ていうか板場バードどれさんが付き合ったら面白いのにね、ナイスカップルになりそうなんだけどね、結婚しねえのかな。なんかすげえすげえなんか超絶大手になりそうだよね。ラオウタイプなのに盲目設定は合ってない至る外だね。いやー、配信会って素敵だよね。なんかふわっちいい感じだよね、ほんと毎日見るね、美味しい面白い人がいっぱいいて、盲目は恋だけにしとけって、うん、いやーでも疲れたわ俺今日は、本当にちょっと疲れた、正直ちょっと休むわ、寝るわ、うん、俺今のところスケジュール予定ないよな、なんかあったっけ。なんかその2000円損したリスナーさんには申し訳ないけど、2000円以上の経済効果を生んでる事件な気がするよねなんかこのふわっち全体のリスナーのエンターテイメントとしてはすごかったよね。2000円以上なんかもう10万円分ぐらいのねドラマがあったよね、うん、でもまあ見事に成田とネイヤが勘違いしてて、まあネイヤは謝ってたのは偉いなと思って、ねえ言ったでしょ、うん、ダメよ、なんつうんだろう、やっぱりディスってこういう誤解から生まれるってよく分かってるから。でもねえや偉いのはちゃんと板場バーに謝ってたところだよ、うん。じゃあ板場バーはずっと発狂してるから、今日ずーっと発狂してる、発狂中じゃないんだよ、ずーっと発狂してるんだよ。でも成田とねえやは早とちりしてたのは事実だよな、うん、話聞いてて板場バーの言い分は数値が通ってるもん、言い方はとにかくさ、まあ成田は謝るべきだと思うよ、完全に。もう証拠出せって言ってるけど、証拠を出すのがその証拠なんて出ないっていう状態だよ、あれは倒れるね、うん、まあまあ障害抱えてるから多分行き過ぎちゃうんでしょう。確かね入院してたんだよね、いや血管切れちゃうよあのまま喋ってたら。アフリカ時代とかよく知ってたからワンチャン惚れてたんじゃね。いや違うでしょ、人がいいんでしょ多分、お金に困ってなくて人が良くて、だからその自分ができる範囲で持ってる iPad ドレさんにあげたりとか。だから俺出会った頃 iPad 使ってたもんドレさんあれ板場バーからのプレゼントだったんだ、ね、パソコンあげたんだけど、どれに怒られたんじゃなくて、どれがキチガイクソババーつってディスって板場バーが発狂したっていう絵で、私なんでプレゼントしてやったじゃねえかよって、なんでプレゼントしたのにディスられねえといけねえんだよって、板場バーはドレさんにぶち切れてるっていうこと、まあ、だからね板場バーは誤解されやすくて、言ってることも正しいしやってることは尊いし、ただキャラクターがそのなんつうの、キャラクターで損してるだけの、やってることはさ、リスナーさんに3000円プレゼントするとかドレさんにプレゼントするとかなのに、そのバーって言っちゃうから誤解を与えちゃうだけなのよ。そう、いやだからただどれが嫌なやつなだけなんだよ。ただどれさんが最低なこうなんつうのプレゼントもらったのに、なんかキチガイババーとか言ってネタにしたから、それは発狂するでしょ、うん、iPad なんて絶対、いやねそれどれさんに聞いた方がいいよ、板ババーに iPad もらったのって、うんうん、そうそう、板場バー聞いてみる、ドレさんに、ドレさんに聞いてみようか、寝てるかな、もうさすがに寝てるか、もう寝てるね、もう寝てるわ、うん、目が見えないしね目が見えないししょうがないよ、うん、しかもそう30万円の新しいパソコン買ってくれってずうずうしいにも程があるでしょ、超笑ったよ本当にさ。俺さ、のんちゃんから30万のパソコンもらった、多分ね、その30万のパソコンって俺が原因なんだよ、俺がのんちゃんにもらったの、ふわっち始めた当初で、のんちゃん付き合う前なんだけど、多分ねその頃なんだよ、
iPad もらったりしたのも。いや、カルン、超面白かったよ。タイムシフト見たらわかるよ。前枠ね。花火ありがとう。そう。だから俺が、俺のリスナーだからもともと、ワドーも30万の新品のレッツノートいいな。俺も板場バーに頼もうっていう流れなんだよ、多分。絶対そうだよね。うん。だってドレさん、その30万のパソコンってさ、レッツノートとかわかんないはずだもん。どのパソコンがどういう性能でっていうの、絶対俺情報なんだよ。俺のパソコンがちょうど30万だから。必要なら自分で買えって、それはもう正論だよね。稼いでんだから。うん。開けたパソコン、ちょうど1年ぐらい前じゃない？ 10 月ぐらいに、10月か11月に俺このパソコンもらってるから、多分その頃の時期だと思うよ。ドレさんが iPad もらったとか、そのパソコンもらったとかいう話は。風船ありがとう。いやー、面白えな。気違いしかいねえな、見事に。登場人物全員気違いだからな。すごかったな。じゃあごめん。ちょっと俺もなんか、いろんな話聞いて頭にさ、すごい、あれだから、ちょっと寝るわ。申し訳ない、アイテムもらったのに。ちょっとね、寝ずにね、作業をやって、飯食ったりとかして、のんちゃんの家行って、それでなんか、ちょっと仲裁に入ろうと思った。別に売名しようとかなかったんだよ。本当に仲裁しようと思って開いた枠だったからさ。申し訳ない。ちょっと疲れたから寝るわ。じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様です。また明日。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。